はい、創価学会の皆さん、こんにちは。今日はホッケ講とですね、創価学会の新人ではどのような違いがあるのかということについてね、少々、お話を進めていきたいと思います。ホッケ講と創価学会の新人の違いはですね、多くありますけれども、ここでは3点に絞ってですね、説明したいと思います。目的、それから指定、それから参詣というね、この3つに絞ってお話したいと思います。まず最初に目的ですね。法華経は商法交流と高専留法を目指して、法華経院の新人の育成をその活動の目的としています。法華経院は大聖人の仏法を純粋に信仰しですね、成仏するための新人をしております。一方、創価学会は信仰集団としての一面と、文化団体、平和団体としての一面を持ち合わせております。そのため会員はですね、信仰活動のほかに選挙活動や民音のチケットの販売、書籍販売などですね、信仰とは全く無縁の活動にですね、奔走させられます。2番目に指定ですね。法華経は日蓮大聖人を、末法のご本仏と仰ぎ、大聖人以来の血脈を継承される御法師聖人の、ご指南に随順して新人に上がっています。これに対して創価学会は日蓮仏法を奉ずるなどと言っておりますが、実態はですね、日蓮仏法を具体化して広めたのは池田先生であるといい、快速には池田大作をですね、永遠の指導者と謳っております。すなわち学会にとっての師匠とはですね、日蓮大聖人が入滅後の大道師として定められた血脈不法の御法師聖人ではなくですね、池田大作ということであります。3番目、参詣ですね。寺院は宗祖大聖人の時代から存在し、そこには三宝尊が備わる重大な意義があります。法華経の新人は総本山大石寺を信仰の根本霊場とし、所属寺院を修行の道場としてですね、日常の新人活動に励んでおります。日蓮聖宗の総本山と、その流れを組む末寺にはですね、真の仏法僧ですね、仏法、仏の宝、法法、法の宝、そして僧法、僧の宝の三宝が、厳然と備わっておりですね、法華経院は寺院に参詣することによって直接三宝を敬い、大きな功徳を積むことができるのです。この三宝に対する信心というのは、これ仏教の基本ですね。それがないのが創価学会ですね。一方、創価学会には会館はありますが、総本山も末寺もありません。創価学会の会館には仏法僧の三宝が備わっていないことはもちろんのこと、かけられている本尊も偽本尊などですね、すべて血脈が切れたものです。ですから学会の会館へ行ってもですね、功徳を積むどころか恐ろしい悪言を、積むだけであります。なお、創価学会には本州からの離脱僧が、占拠しているわずかな寺院と、会館寺院と称する施設もありますが、これらはですね、寺院としての本来の意義は全くありません。要するに離脱僧がね、生活しておるというか、いた、寺院とかね、学会が後で、作ってやった寺院なんですよ。これは寺院じゃありませんよね。離脱僧は買い殺しにしてるわけですね。給料を、結構上げてですね、最近創価学会この野郎っつってね、脱会した宮川雄法っていうのいますよね。日見商人は捨ててこ姿でご本尊を所写しておるなんてね、嘘っ
八をね、いった宮川雄峰。この人は年俸いくらですか？2000万ぐらいもらってたらしいですよ。で、結局総学会に騙されたっつってね、離脱しちゃって、それから離脱層のドン、まあ一番偉い人だったんですかね、こんなはずじゃなかった創価学会はつって、もうこれはもう随分前ですけどね、もう東京の立川ですね、郊外の、長栄寺ですか、確か、こんなはずじゃなかったということでね、離脱して今自分で単独宗教法人でね、なんとか、お布施で食っておるというのはこんな感じですね。残っておる離脱層もですね、みんな金欲しさでね、いるだけで、もう内心どうなってるかね、創価学会しまったこんなことするんじゃなかったと思ってるんじゃないですかね。まあちょっと外れましたがね、これらの3点だけを見てもですね、法華校と創価学会の新人には形態内容などにですね、大きな違いがあるということがわかります。しかしもっと大切なことはですね、新人の結果であり、法華校の新人にはですね、勝負を将棋による即身成仏の大利益がありますが、創価学会の新人にはですね、方々の悪業によるですね、厳罰と大地獄の苦しみがあるだけですと。まあ一応こういうことなんですけどね、今創価学会の皆さんご存知ですかね、平野会員の方はね、おそらく何人も教えられてないと思いますけれども、執行部はですね、2つの大きな派閥に分かれてね、正木さんのグループと、それから谷川さんのグループね、谷川のグループというのは、秋谷会長昔のね、それから八尋とかね、それから原田ですか、会長、今の会長のグループと、左遷されて、あの岩族になって、今、追いやられたね、まあ負け組の、正木さんですね、これがね、大喧嘩しておりますよ、こういう状態ですね、とにかくこの邪教創価学会ですね、一日も早く脱会された方がいいと思いますよ。何かね、ご質問なんかありましたら、私大阪ですから、下に電話番号を書いておきますんでね、どこにお住まいであるかということと、あなたの本当の実名ですね、それを名乗ってですね、気楽に電話ください。非通知は一切受け付けておりませんので、よろしくお願いいたします。以上です。